はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くときにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、8月8日で731でございます。なんとですね、骨髄移植をしてね、2年が経ちました。ありがとうございます。生きてます。まあ正確に言えばですね、骨髄移植じゃなくてですね、末梢血管細胞移植という名前なんですけども、もう分かりやすくね、まあ、動画ではですね、骨髄移植と言ってます。2年前のね、その8月8日のね、夜のね8時半からの開始やった僕の骨髄移植はですね、まあ当日の朝はね、どんな手術なんやろうかとね、不安で仕方がありませんでした。朝に回ってきた看護師さんにね、骨髄移植ってどんななんですかってね、どこでやるんですかって聞いたらね、ああここでやりますよ、点滴とか輸血みたいなので始まります。え、ここでやるんですか、手術室とかじゃないんですか。はい、なんでですか。いや、なんでですかねって聞かれても分からんからこっちが聞いてんねんけどって心で思いながら、いや別にってね、返事をしておいたんですけどもね、なんかこう納得いかん感じでね、僕はそのわふわふわした気持ちのままね、まあ、高校野球を見て、時間がね過ぎるのをね待っていました。そうなんですよ、その8月なんでね、まあね、当時はね高校野球、今年はないんですけどね、あの当時はね高校野球もやってましたんで、それをずっと見ててね、まあそんな高校野球もですね、まあ午後6時にはね終わりますので、その骨髄移植開始予定までね2時間半ぐらいまだあるわけなんですよ。っていうかもうあと2時間半しかないんですよね。まあその骨髄移植なんてね、まあ、骨髄を移植するんですから結構ね大ごとじゃないですか。まあ、それまでにやってたね、抗がん剤治療もね、まあ大ごとですけども、この日までの経験値がありますのでね、それは最後にやった抗がん剤のね、副作用はね、もう壮絶やったんですけど、まあそんな壮絶なね、抗がん剤治療っていうのもですね、まあ過ぎてしまったらね、ほんまに過去のことなので、どんなに辛かっても、まあ思い出に変わるわけなんです。でもまだこの時点では、骨髄移植は未知の世界なんですよ。そんなね、理解できてないその領域にね、足を踏み入れることがね、もう決定してるので、後戻りはできません。で、午後7時になってですね、覚悟を決めました。今はもうね、終わってしまいましたけどもね、当時やっていたね、エミチャンネルをね、テレビで見てね、笑っていました。で、8時になったらね、その看護師さんがね、キャスターがついた、あのテレビのモニターをね、転がしながらね、やってきました。それはね、心電図モニターでした。ヤスさん、もうすぐ骨髄移植が始まりますので用意していきますね。体温を測りながら血圧を測ってもらって、心電図からね、あの出た赤く光る LED のついた配線コードをね、僕の指に巻かれてですね、心拍と酸素濃度を確認して、でそのままの状態で時間が来るのを待っていました。そして8時半になりました。しかし先生は来ません。そして10分後のね、8時40分ぐらいにね、先生がね、まあ、当時はまだね、研修医やったね、女医さんをね、連れてやってきました。いやー、お待たせしました。じゃあ今から移植をしていきますね。と言ってね、この手に持っていた赤い袋をね、点滴をね、こう吊るし始めたんですよね。なんすかそれ。ああ、骨髄ですよ。え、それ?はい、これを今から入れていくんです。それを入れるのが骨髄移植っすか?そうですよ。こうね、なんかふーんって感じで、まあ、着々とね、あの他の点滴に混じってね、その骨髄がですよ、僕の体に落とされようとしています。あのね、落とされるっていうその表現っていうのはですね、その点滴をするときにはね、点滴を落とすっていう言葉がね使われるようでして、で点滴のあのポタ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 と落ちてる、そのこれぐらいのね、あのところあるでしょ、あれポタ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 落ちてるじゃないですか、あれのからの由来の専門用語みたいです。ほんでね、その時はね、常にその点滴や薬をね、その3、4種類ぐらいはね、僕の体にはね、繋がったんですよ。で、そのチューブの途中にね、そのかますようになんか分岐してるところがあるんですよ。骨髄から出たそのチューブを、そこにブスッと、ね、繋げていきました。まあ、そのような感じでね、先生と研修医さんとね、看護師さんに見守れながらですね、骨髄移植が開始されました。はい、では落としていきますね。
とね先生が言ってからね、こう落とし始めて数秒経ってからね、変わりないですかーと聞かれてね、まあはい何もないですって言って、まあその時はほんまにまだ大丈夫やったんですけども、まあそれからね開始5分ぐらい経ってからですね、そのバチーンってその一瞬ね体にね雷が落ちたようなね電撃がね全身に起こって、というか雷なんか落ちたことないから分からんけど、まあ、でもねすごく全身が一瞬ギュッとこう収縮したような感じでね、ビリビリっとこう痺れたような感覚があったんです。でそれにびっくりした僕はですね、先生なんか一瞬やけどその全身に電気が走ったような感じがあったんですけどって言ったら、え、そうですか、今は、あ、今は何もないですと、はいみたいな感じでね、先生には何も伝わることはありませんでした。しかしねその後にね背骨がねめっちゃ痛くなってきました。先生背骨が痛いです、結構痛いますか、はい、まあそれなりにこう気になったらねとことん痛くなるような痛さっすね。後で一応まあその鎮痛剤出しておきます。移植でね今後もね体に痛みが出てくることもねありますので、まあそうなったらね結構なその痛みをね訴える人もいてますのでね、まあ場合によっては医療麻薬も出しますのでね、我慢せずにね言ってくださいね、はいわかりましたと言ったんですけども、内心はねその医療麻薬のですよ、麻薬のフレーズにねビビってしまいましたね。ほんで9時15分ぐらいになった頃にですね、もう骨髄の入ったあの袋がね空になったので、これで移植はね無事に完了しました。はい、ではこれで終わりです。早かったでしょう、はい、こんなもんなんですか移植って、はい、ヤスさんみたいなね末梢血幹細胞移植がね大体こんな感じですよと言いながらね、先生とね研修医さんとね看護師さんはですね後片付けをねして帰っていきました。まあ、時間にしたらね、35分から40分ぐらいの間に、ね、起こった出来事でした。ほんでまたその1時間後にですね、看護師さんだけやってきてね、検温とね、血圧をね、しに来たんですけども、まあその日のうちはもうどこも痛みがね、出ることもなくね、終わりました。骨髄移植なんてよう考えたら大変やけど、まあこんなもんかってね、思って、緊張が解けたのかね、まあ、その日はぐっすりね、眠れた気がしました。でもその時はね、まだね、後々に起こる苦しみをね、僕は知らないままでした。という感じのね、2年前のね、8月8日でした。その日があったからこそね、新しい命をね、僕に授けてもらうことができました。なので今日で2歳になりました。ということでね、骨髄移植中の全貌と無事に2年経ったというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。